キッチンへようこそ私のことはミサトでいいわよなんと登録者が100人突破しちゃったわだから今日は特別に撮影の裏側を紹介しちゃうわちょっと待ってよこの生活感あふれるキッチン片付けないと撮影も始められないじゃないかああらじく君ごめんとっととお皿を片付けて 今日何作るか考えるわよいつもね冷蔵庫の残り物を見て決めてんの今日は豆腐を使おうと思うよ余らせて腐らすともったいないからなかなか食材買わないようにしてるんだけどそうなるとレシピの幅が狭くなっていくんだしょうがないもう今日はスープを作るわ私でもできる簡単料理よカメラをセットして食材をどんどん切っていくわコンロ側の撮影も終わったら あとは編集だけよ。編集はスマホでするの。子供を怪しながら編集できてとっても便利よ。以上、エヴァのモノマネをしてみた動画でした。たった1分だけだったけど、物音が限界だわ。よかったら、これからも動画を見てくれると嬉しいよ。それじゃ、この次も、サービスサービス。